解説します。書きたいマスの4分の1のところから、こちら側からも4分の1のところよりも少し上がったところを目指して書きます。次に上と下の余白が、下の方が少しあるように、余白があるように、また書き始めと書き終わりがこの線の引いた時の同じラインにのところに来るように弓なりに書きます。次の書き始めは1画目の書き終わりのところよりも少し中に入ったところから始まり、ここから3等分したところよりも少し下を通って、2画目の書き終わりから水平に線をしたところ、こことここが合うようにところを目指して書きます。次にここで角をつけます。上がっていく角度は60度よりも少し上がるくらい、またここの交点から水平に引いた線よりも少し上を目指して書きます。ここも角を作ります。3分の1よりも少し下を通り、高いところはこのあたり、書き終わりは高いところと同じくらい、またこの水平線よりも少し下を目指して、うずらの卵が入るような形で書きます。